はい、ということで今日はアメリカ英語の発音とカナダ英語の発音って何が違うのっていう話をしたいんですけど、まあ、基本的には一緒なんですよねなんですけど大きな違いが一つだけあってそれが out の発音なんですね例えば about とか out っていう単語があると思うんですけどこれアメリカ人どう発音するかっていうと結構 out っていう感じで発音する人が多いんですよね

Hi everyone, it's me. This week, I wanted to talk to you guys about some About 今聞こえますこれ Guys, <about. S 1> about。で、もう一個。最初のこの発音違いますよね。ただ、これがならない人もいるんですよ、カナダ人って。だから、なんか噂によると、アメリカ英語に寄せてる人もいるとかっていう話もあるんですけど、だからちょっと芸能人はどういう発音してるかっていうのをちょっと今日検証していきたいと思います。 でまず、えー、アブリル・ラビーンですね。みんなも知ってると思いますけど、発音聞いてみましょう。I、write about.Write about.Write about.Write、ね、about, about. じゃあ次、えー、ジャスティン・ビーバー。Passionate a b o u t これ、これ結構微妙ですけど、その特徴カナダ人の特徴的な発音とは思わないですね。この発音でアメリカ人ですって言われても、あ アメリカ人なんですねってなっちゃうと思います。そんなに特徴がない。で次、えー、誰だっけこれキ、キアヌ・リーブス言ってみましょう。Uh, I'm not gonna talk about that. Gonna talk about that. この人も、これもカナダ人っぽさないですよね。トーク l k a b トーク that っていうか、このトーク b o u t っていうふうになってないですね。うん、で次、セリーヌ・ディオン。 この人なんか、バ o バ a って言って、まあ大きい、こう、ow になってますけど、まあもともとセルン、セルン、セリーヌ・ディオンの母語ってフランス語なので、そもそもこの人の喋る英語って、その、ちょっとこう、何、フランス語の香りがするっていうかね、あの、外国人っぽい香りもするんですけど、それもあってか、まあ、b ー w にもなってないし、アメリカのバー w にもなってないっていうか、なんかすごいニュートラルな感じがしますね。 はい、え次歌手のカーリー・レイですねカーリー・レイ聞いてみましょうちょっと「う,う」ってなってますよね、oh, thinking about that. で最後、えー、ジム・キャリーですねジム・キャリーちょっと聞いてみましょうカナダ人っぽいなとあんま思わない発音ですよね、うん、でもう一回その最初のアメリカ人の「え」と聞いてみましょう「とも何か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 何 a 何か何か t か何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  i 何 mean, アメリカとカナダには唯一こういう違いがあるんですよね。まあもちろん、そのスラングとか、そういうのはもちろんいろんな言葉は違いますけど、発音に関して言えば、これぐらいしか違いがないんですよね。だからもうほとんどアメリカ英語とカナダ英語は、 ほぼ同じと言ってもいいと思いますね。ということで、えー、まあ、この発音に関する質問とかはですね、私、大二郎発音研究所というオンラインサロンをやっておりますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてほしいのと、あと、スラックを使ったワンオンワンの英語発音指導もやっておりますので、えー、発音良くなりたい、発音を良くしたいという方はぜひ連絡してみてください。はい。ということで、現場からは以上です。また明日会いましょう。